ハンナ・チャップリンは、イギリスの舞台女優。喜劇王、チャールズ・チャップリンと、同じく喜劇俳優となった、イフ・ケイ・シドニー・チャップリン、チャーリーの片腕として活躍した、イフ・テイ・ウィーラード・ライデンの母でもある。ハンナ・チャップリンは1865年8月11日、ハンナ・ハリエット・ペドリンガム・ヒルとして、ロンドン・ウォルワースクのカムデン・ストリート11番地にて、 靴職人の父チャールズ・フレデリック・ヒルと母、メアリー・アン・ヒルの間に生まれる。ヒル家は貧しく、ロンドンの中で引っ越しを頻繁に行っていた記録がある。また、チャールズ・フレデリックとメアリー・アンは共に二度目の結婚であり、兄弟には父同様に靴職人となった兄・ヘンリーと5歳年下の妹、ケイトがいた。成長したハンナは妊娠し、 1885年3月16日に、ブランドンストリート57番地で、シドニーという男子を出産する。後のシドニーチャップリンであるが、シドニーは、父親の蘇生について、ホークスという金持ちの出版業者で、トランスバールに駆け落ちした末に結ばれたと、聞かされているが、それ以上のことは不明。シドニーを出産して、約3ヶ月後、ハンナは、 チャールズ・チャップリンと再婚する。やがて、ハンナは、リリー・ハーレイという芸名を名乗ってチャールズと共に、ミュージックホールの女優となるが、チャールズとは違って、どちらかといえば、地方を土砂回りする程度の格の目の出ない女優だったと考えられ、一瞬だけ名前入りの広告が出された以外は、存在感は、ほとんどなかった。ハンナには、マネージャーを共有していたイーバレスターという、 女優仲間がいたが、イーバには圧倒的に差をつけられていた。1889年4月16日、ハンナはイーストレーンで二人目の男子を出産。後の喜劇王、チャーリー・チャールズ・チャップリンである。チャーリー出産後、チャールズが良い契約を結んで金回りも多少良くなったが、ハンナは忙しくなった。チャールズの旅重なる留守で暇を持て余したのか、やがて、 チャールズの芸人仲間で、やはり人気の出ていたレオ・ドライデンと不倫関係になった。チャーリーを生んで3年後の1892年8月31日、ハンナは3人目の男子ジョージ・ウィーラー、後のウィーラー・ドライデンを出産した。しかし、ハンナは、間もなく、レオ・ドライデンと不仲となり、チャールズからの仕送りも途絶えて、収入の道が断たれ、さらに両親の離婚問題や、母、 メアリー・アンの因子癖から来る報道問題も起こっていた。ハンナは教会のバザーなどで得たささやかな稼ぎでシドニーとチャーリーを育て舞台への復帰も目論んでいたが1894年のある日にイギリス陸軍の兵士が主な観客の舞台に出演した際に声を潰してヤジを浴びせかけられハンナは引っ込まざるを得なかった。 舞台の主催者はハンナについてきていた少年チャーリーを急遽舞台に立たせ、これがチャーリーの初舞台となった。1896年2月8日にクラブのダンサーとして人踊りした後、ハンナは精神的な病気を患い、6月の末にランベスの強制員に収容されることとなった。ハンナが収容されたことにより、シドニーとチャーリーはクロイドンや ハンウェルにある孤児を対象とした学校に通うようになった。ハンナの精神状態は波のようなもので、1898年9月には悪い兆しが見えてベドラムに入院させられていたものの2ヶ月後の11月には退院している。1901年5月9日、数年来運に見放されて、叫びたりになっていたチャールズは38歳で死去する。 シドニーは船乗りとなっており、チャーリーもエートランカシアラッツの一員となって、共に一定の稼ぎがあった。この頃のハンナの状態は落ち着いていたが、1903年頃から再び悪化の兆しを見せ始める。後悔から帰ってきたシドニーは、病が悪化しているハンナを見た後、船乗りから足を洗って俳優への道を歩むようになった。 ハンナの状態は1904年初頭には穏やかになっていたが、1905年に入ってさらに悪化し、サリー州ケインヒルの病院に収容される。この収容以降、ハンナの状態は解放に向かうことはなく、1912年にペカムロードにある病院に移されるまで、ケインヒルで過ごすことになった。終わりの見えない、ハンナの療養生活が続く間、チャーリーは1913年に、 映画界にデビューして、右与曲折の末に、喜劇王への道をひた走ることとなる。愛前後して、シドニーも映画入りし、シドニーとチャーリーは1915年頃には、ハンナ宛の週30シリングの送金を不定期ながら行っていた。ところが、妹のケイトが亡くなったことや、送金に関する問題が浮上したこともあって、シドニーとチャーリーはハンナをアメリカに呼び寄せることを、 計画する。シドニーと顧問弁護士が奔走した結果、1921年になってようやくハンナのアメリカに入国が認められることとなり、3月になってハンナはアメリカの土を踏むこととなった。チャップリン研究家の大野博之は、ハンナのアメリカへの入国問題が、チャーリーがハンナの入国申請を行った頃に制作中だった映画、 移民に少なからぬ影響を与えたと示唆するアメリカ到着の際、移民局の役人をイエス・キリストと思い込んだこと以外は、大きな騒動を起こさなかったハンナは、シドニーとチャーリーが用意したカリフォルニア州グレンデールの邸宅に落ち着き、シドニーとチャーリーは、もちろんのこと、ウィーラードライデンとも再会した。グレンデールに移ってからのハンナは、比較的穏やかな生活をし、シドニーや、 当時のチャーリーの妻であったリタグレーラとよく会話をして昔話をすることが多かった。1928年8月28日、ハンナは側近を従えて見舞いに来たチャーリーに見取られ、グレンベールの病院において63歳で亡くなった。墓はハリウッド記念墓地にあるが、ハンナが生前自分の年齢を常に誤魔化して言っていたせいか、墓石の生没年表記は、 18661928と刻まれている。1992年公開のリチャード・アッテンボロー監督による電気映画チャーリーではチャーリーの娘ジェラルディン・チャップリンがハンナを演じた。チャーリーはハンナについて1915年には私が知っている中で最高に素晴らしい女性であるとし、1918年にも もし母親がいなかったら、私がパントマイムで名を成していたかどうか疑わしい。ことパントマイムに関する限り、母は自分がこれまでに出会った中で最高の名人であるとした。観察力の鋭さにも敬服しており、時にはその観察力が発端となった噂話が出回ることもあったという。貧乏生活が続く中でも常に明るく振る舞おうと努力し、 ハンナ自身がこれまでに歌った歌や演じた役柄をシドニーやチャーリーに見せたことをチャーリーは世界的巨匠となった晩年になっても覚えていた。症状が落ち着いていた時には鋭いことを言うこともあり、もし美味しいお茶の一杯でも飲ませてくれていたら病気になどならなかっただろうにと呟いたことをチャーリーは生涯忘れることはなかった。ただしチャーリーが 映画撮影でおなじみのチャーリーの格好をしていることについては、普段から貧乏な格好をしていると思い込んでいたのか、新しい服を買ってやるということもあった。ハンナが亡くなった際、チャーリーは悲しみのあまり数週間も落ち込んでいたという。チャーリーの作品をお呼びし生活における女性感において、ハンナの影響力の強さは、初恋の女性ヘテケリーと双璧と言ってもよく、 1952年制作のライムライトでヒロインのテリー役を務めたクレアブルームによればチャーリーは衣装合わせの際に頻繁にハンナとヘティの名前を出している付け加えるならばウィーラードライデンが1917年にエドナ・パーバイアンスに宛てた手紙の中でシドニー・ホークスとかいう男と表現を使っているハンナに差をつけていたイーバもやがて人気がなくなって 貧民街で悲惨な生活をする身となり、後年にハンナの施しを受けたこともあった。ありがとうございます。